今日の俺からのアドバイスは心配するな前回考えるなという話をした考えない時があっていいまあいつもいつも考えないのはちょっとバカだけど。 あの例えば運動をしている時とかストレッチをしている時とかシャワーを浴びている時とか自転車に乗っている時とかいろいろ考えなくていいでしょう。 僕たち、俺たち、みんな。現代人は、ちょっと、考えすぎ。そして、考えるというのは、多分、心配している。いつもいつも、何かの心配をしている。今のことだけじゃなくて、明日のこと、あさってのこと。 来週のこと、来月のこと、来年のこと、十年後のこと、二十年後のこと、三十年後のことを心配している。四十年後、五十年後、もっと先かもしれない。そして昔のことも心配している。ああ。 昨日あれをやればよかった。お一昨とといあれをしなければよかったかな。あ先週あれをしたかな、しなかったかな。一年前、二年前、五年前、十年前、二十年前に、前の彼女にあんなこと言って悪かったかな。おい、二十年前の彼女の心配はもういい。もうやめろ。 今の奥さんの心配をしろえ何のことアスタラビスタまたね